皆さんこんにちは。毎日笑顔チャンネルのお時間です。今回はブラジルのポルトアレグレの原因不明の咳出てるんでちょっと待ってください。今回はブラジルのポルトアレグレに長年君臨する高級テニスクラブの絵をお届けします。でこのクラブは約100年ぐらいの歴史があって、年会費もこのクラブはブラジルのテニスクラブの中で別格で高いそうです。てかめちゃくちゃ綺麗です、ここ。映えるからこれまでの動画みたいに、ボケんでええし、もう喋る必要もないやろこれ。今日はこの背景を理由にしてカロリー抑えたるからな。自ら手抜き宣言する新しいチャンネルでございます。でこれ余談なんですけど、2年前にアメリカで軽めの自炊生活してた時に野菜炒め作ってみようと思って、料理初心者の僕がレシピとか全く見ないでイメージだけで食材購入して料理やってみたんですよ。そしたら完全にすき焼きができました。もう完全なる味がすき焼きでした。で思いもよらぬ完成品に僕は黙って卵を閉じました。でね、この話をして僕が何を言いたいかというと、ちょ今日ほんま話すことないっすマジで。てか椅子とかテーブルの数多すぎるやろこれ。他競技との複合型施設じゃなくてテニスクラブでこの規模感ですからね。昔からテニスを愛した偉人たち、なおかつお金持ちが築き上げてきた賜物でしょうね。さっきから思ってたけど、なんなんこのガーデニング、そんな自然の美しさ前面に出す演出いる？めちゃくちゃ綺麗な緑やし、どんだけ手間かかってるんこれ。通るたびにほんま綺麗な心が洗われるわ。あ、じゃあ汚い心か。綺麗な心洗ったあかん。必要なし。うわ、すご。入り口に造園植物たちが生い茂ないようにコントロールされてるやん。もうなんなんこれ。いいな。で、ここは、選手がお昼ご飯を食べるところです。なんかこうね、いちいち、高級感あって居心地のいい場所でご飯を食べさせてくれる大会には本当に感謝しています。はい、すいません縦動画で。こちらスーパーバイザーの部屋です。一応スーパーバイザーは何かというと、指揮官となって大会のドローを作ったり、選手が何番コートで何時に試合が入るとか、スケジュールを作ったり、大会の一番の責任者みたいなことです。まあ、こんな大量にトロフィーが飾られた部屋を選ぶとはセンスがいい。勝利者気取りか。おう、いろんなトロフィーが飾られてます。こんなティーカップトロフィー初めて見た。もう笑顔な喋らんくて。うわ、今めっちゃ鼻ムズムズして。くしゃみでそうやったんすよ。で、それ待ってて、くしゃみ出たら取れ高的にいいなと思って待ってたのに出んかった。くっそ、鼻の粘膜ムズムズすりゃよかった。まあ、こんな感じっすよ。誰これ。ここはプレイヤーズラウンジです。アンティーク感満載。ハリーポッターのグリフィンドールの談話室を演出してるようなお部屋です。アバタケダブラ！天気悪いですね。晴れてるとね、もっと建物一つ一つ輝いて見えてよりいいんですけどね。今週一週間はもうずっと雨でした。まあその辺の話も、後半は話していくんで、引き続き見てください。これはジムですね。ここのテニスクラブ完璧です。ジムはスペースがあればあるほどトレーニングメニューの幅も増えていいですからね。整理整頓もしっかりされてるし、重りの数とか器具も細かく置かれてて、すごく洗練された施設になっております。この長い棒が、まあ、長い棒ってこの長いチェーンと長い紐、これ何これ、これよじ登っていって降りたりしてトレーニングするんかな。やっぱ申し訳ないけど、日本にいるとやっぱ海外のジムの大きさにちょっとこう圧倒されるな。てかこんな防弾チョッキいるこれ。もちろんこれだけの施設ですから出入りはカード認証ですよ。まあ治安が少し安定しないっていう部分で、まあ、こうなってることもあるんですけどね。やっぱりね、試合の勝ち負け以外に YouTube を始めたことによって、明るみになってない部分を発信できるのはやっぱりやってよかったなと思いますね。シラスコ食べに行った時です。7時にお店着いて食べ始めたんですけど、お肉が来るスピード早すぎて対応してたら、7時10分にはお腹いっぱいになりました。んで9時にはまためっちゃお腹空いてるっていうね。僕が来てから初日と最終日以外1週間、とんでもない豪雨でした。ブラジル南部で史上最悪レベルの水害にこの町は襲われていて、すぐ近くでも人がまともに歩けないぐらいの水で溢れてたらしいです。終盤は大会が中止になってもおかしくないぐらいでしたね。コートもなんか濡れてるというよりかはこう沈んでるようなイメージでした。
そういうこともあって本戦はずっと2面のインドア進行でした。でまた南米人の試合がラリー長いんですよ。でいろんなことが重なって初日の最終ラウンドに入った選手が試合を終えた時間が夜中1時45分でした。いやあれはほんまにかわいそうやったな。ちなみに僕が見てるのは渡辺誠太、柚木健ペアです。先日チャレンジャー初優勝を果たし今後さらに来るであろうダブルスチームです。うっさいんじゃって言いたくなりますがこれがエナジーです。競った場面でいかに自分を鼓舞し相手に圧力をかけポイントを奪えるか勉強になります。はい、最後柚木健のビッグサーブで今日の動画終わります。行け柚木。どう、はいや、その打点が、その打点からその角度は反則やろ。噛んでもうたやんけお前は。どんだけフォルトしてんの。ごまかすな柚木、ベースラインに落ちたやろ。アウトです。